アンジュルムの穏やかです。2018年はハロープロジェクトの誕生から20周年のアニバーサリーです。このコーナーではハロープロジェクトの現役メンバー OG メンバーが様々な組み合わせで登場し、複数回にわたってスペシャル対談を行っていきます。さて今回はこちらのお二人が来ていただきました。矢島真由美です。よろしくお願いします。清水咲です。よろしくお願いします。この3人でお話っていうのが久しぶりなので、うん、ちょっと緊張してます。え、本当に、はい、するんだ。実はこの3人に共通点があるんですけども、わかりますか？わかるような気がするけどこの3人の共通点は、はい、リーダーそうですねリーダーですね、はい、なのでまあそれぞれ私は今は、うん、アンジュルムのリーダーとして、うん、まあ、活動しているんですけども、はい、ハロープロジェクトの、ね、リーダーもやらせていただいております。私もですねもう解散しちゃったんですが、まずハロープロジェクトのリーダーもやらせていただいていましたし、そのハロープロジェクトの中のキュートという5人組グループのリーダーもやらせていただきました。私はベリーズ工房というグループのキャプテンをやらせていただいていたんですけど、2015年の3月3日にグループが活動停止をしまして、それまで7人組をまとめていました。そうだよね、はい、今回はこのリーダーっていうテーマはですね、いろんな角度から見ていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。今私たちの目の前には番組が用意したトークの、はい、お題ですね、はい、があるんですが、早速引いていきたいと思います、うん、じゃあ私から、はい、いいですか、ね、うん、いきますね。ちゃんからどうぞ。え、どうしよう、いっぱいあるね。これにします。はい、リーダーになったことで変わった部分は。おお、なるほど。変わった部分でも私最初自覚なかったんだよね。わ、はい、かる。私もなかった、うん。結構だって小さかったよね。小さかった。え、だってもうさ、はい、私和田ちゃん、まあ、はい、あやちょって呼ぶね。はい、はい、分かりました。あやちょがこんな風になる、なんかすごい最近見てて、おー、すごい、あのあやちょがみたいなリーダーかっこいいってなるよね。なる。いやいや、最初すごいだってさ、はい、本当にあへなへなまへじへなへなまへじ本当に私ヘラヘラで、もうとりあえずその自分たちの活動だけはお知らせできるように、あの新曲のタイトルとか曲の内容とかだけ言ってたら大丈夫だからねって言われて、わかりましたって言ってそれだけ頑張ってましたね。だってなんか当時もうやっぱりリーダーってさ、リーダー対談とかさ、何かしらこう企画があるじゃん。そういう時にリーダーとしてのなんかこう意識みたいなのあるんですかって、はい、いや何も考えてませんそのあやちょがすごい、はい、もうね、こんなしっかりとさ本当にグループまとめてて私はもう感激ですよ。いや本当に ね、 ね。でも私のお話になっちゃうんですけど、変わった部分はやっぱり2期メンバーの存在が大きくて、うん、初めて後輩っていうその、まあ、後輩が入ってくるっていう状況が初めてだったので、うん、そこでなんかちょっとずつなんか環境が変わってったんですよ、うん、やっぱり下の子たちに教えてあげなさいっていうのを先生から教えてもらったりとか、うん、マネージャーさんから教えてもらったりとか、そういうのを繰り返してるうちに今度3期メンバーが入ってきて、うん、でそしたら今度、まあ、徐々に増えてったんですよ後輩が、うん、そうね、でその度に大きく変われたかなっていうポイントとしては後輩ですね。私は、うん、私はいつなんだろう、でも逆にあのメンバーが卒業したりとか、そうだね、育ったりしたりとかで人数が減った時に、うん、あーなんかこのままじゃ消えとまずいなみたいな、うん、そのなんだろう焦りとか、うん、そういう中でやっぱりメンバーみんなでこう話し合う機会が増えたりとかして、うんうん、そういう中でなんかリーダーとしてまとめていかなきゃみたいなのは生まれたかもしれないんだけど、そこからはすごい、そこでなんか意識が芽生え始めたらすごいリーダーってすごい難しいって思うようになったのもそこ、うん、でもなんかもともと兄がいて、うん、なんか誰かの後ろに ついて歩くタイプだったから、うん、なんかグループのリーダーとかそういう部活動もやったことなかったし、うん、なんかそういう中心的な存在にならなきゃいけないみたいなことがなかったから、うん、なんかどうしていいか分かんなくて最初。そうだよね、うん、本当に結構他人事だった、うん、なんか私、え、リーダーらしいみたいな分かる
たけど、うん、最初はなんかもう同期で、うん、なんか結構ライバル心が強かったの最初。そうだからなんかその時はまだなんかリーダーとしてどうこうとかいうよりは、うん、結構やっぱりみんながそれぞれにバチバチしててみたいな感じだったけど、うん、何年ぐらい経ってだろう。でもそれこそ石村舞葉ちゃんが卒業して、うん、7人になってなんか最初入れ替わりがあるって言われてたし、うん、そうだったよね。そうだからよりそうそうライバル心が強かったのもあるけど、うん、なんかだんだんね、もうあ結構このメンバーでやってくんだな、キュートができて、うん、このメンバーでやってくのかなってなった時になんか、あ、なんか言わなきゃいけないのかな自分って、そこら辺から思うようになったかもしれない。やっぱなんかメンバーのこの変動は大きいんだね。大きいですよね。真ん中、はい、どどん。リーダーに向いてると思うってこれは誰もが、でもどうなの、思わない、思わない、本当に思わない、思わない、でもなんか私ね、うん、勝手に、うん、なんか似てる雰囲気を感じる、うん、そうだよね、うん、分かんない、なんで私なんだろうって思った。あ、そう、うん、なんか外から見てたら私はもう清水さんはずっとしっかりしてるってイメージがあったし、うん、でも矢島さんもあの天然な部分あるじゃないですか天然なところあるけど、でもやっぱり外から見てても、あ、もうなんか一人できちんと立ってるというか、うんうん、どんな状況でも周り流されないところとか見てると、うんうん、あ、やっぱり、あ、すごくしっかりしてるんだなっていうのはすごく見てて分かったので、うん、逆にそんな風に向いていないと思ってることに今驚きました。本当、はいはい、逆に言ったらあやちゃんが今言ったような、うん、その例えば流されないとか言うのって、うんうん、リーダーじゃなかったら違ったかもしれないよね。私だってっていうかもともとめっちゃ流される人間私はそう、誰かに必ずついていくっていうか、うん、本当にだから、うん、それこそグループのキャプテンやってたけど全然流されてた、うんうん、だからみんなの意見めっちゃ聞いてた。でもそうだよね、なんかもう絶対こうだみたいな感じじゃなくて、うんうん、この子の意見聞いてこの子の意見聞いてじゃあこうするみたいな。でも素晴らしいじゃん。素晴らしくないよ。素晴らしいよ。一番上手なやり方です、ね、全然上手じゃないよ。本当に大変だったもん。多分リーダーじゃなかったらなんかこうなんかちゃんとこう自立しなきゃとか、うん、そういうなんか、うん、信念を持ってとか ないんじゃないかな、うん、違う私になってたんじゃない、うん、絶対そうだよ ね私も思う。ね、え、長は向いてると思う。思わないですね。やっぱり発表された時に、うん、もう誕生日が一番早いから和田ねみたいに言われたんですよ。あ、そうなんだ。やっぱそのメンバーの中で一番しっかりしてる、うん、してた福田かのんちゃんが本当にしっかりしてたので、うん、同期の、うん、もう絶対かのんちゃんだろうって誰もが思ってたんですけど、うん、みたいな、うん、もうみんなしてびっくりしちゃったので、あ、でも私は長女で、うん、あんまり人に流されることはなかったんですよ、うん、小さいから私結構自分が強いタイプなので、うん、そうなんだ、はい、もう自分はこれ、もう自分はこれなので、うん、だけどそれがきちんと表に出てきたのがきっと多分リーダーになってからなんだろうなとは思いますね、うん。リーダーに目覚めた瞬間、出来事。ほう。でも一番最初に、あ、ここでリーダーとしてやったって思うのは、ちゃんと記憶があるのは、有原環奈ちゃんがキュートに入ってきた時に、あの、私がリーダーとして発表したのよ。うん、新メンバーが入りますみたいな。その時から、リーダーだからこういう仕事をするんだっていう、うん、なんか気持ちというか芽生えたんだけど、うん、それまでは本当にないっていうか、どこそもそもそこだったのかなぐらいな、なんか本当に覚えてないんだけど、私は本当他人事だったからな初め。そうなんだよね、なんかリーダーって言っても別に仕事ないでしょみたいな、うん、なんかリーダーだからって何するのぐらいな気持ちだったの、うん、そうそうそう、実際仕事って言ってもはっきりしたものはないですもんね、うん、これをしなきゃいけないみたいなのはね、うんうん、はい、私やっぱ子供のうちはさ、マネージャーさんとかさ、大人がやっぱやってくれるじゃん、はい、そこの今私たちがやるようなことは、うんうんうん、だから本当に多分あんま働きがなかったよね。どうも、うん、覚えてる？でも私はやっぱり2期メンバーが入ってきて、特にリハーサルで、4人の時の曲を6人バージョンとかにしてる時に、もう元々の振り知ってるのは和田と、あとは福田
でかのんちゃんと一緒にだったので、福田かのんちゃんと私で教えてあげなさいって先生から言われた時に、あ、そっかって、こういうこともあるんだって気づいて、やっぱそういうリハーサルとか通してですね。なるほどね、うん、環境がね変えてくれるんだよね。そうだね。じゃあ私が弾きます。はい、くれフォークを。リーダーもう無理と思ったあの日。あるの？そっか、リーダーもう無理。あ、でもありますね。あるんだ。リーダーだと喋ることがおのずと多くなってくるじゃないですか。いろんな場面でリーダー代表で、うん、代表で、でやっぱり新曲のリリースイベントってなったら回すのもリーダーになるじゃないですか。もうそれがずっと私喋ってるじゃんって思って、うん、こんなにリーダー喋らないといけないとかって思って、うん、あ、でもそれはちょっと解決したんですけど、うん、もうメンバー内で MC を回そうっていうことにして、うんうんうん、でじゃんけんでその都度決めてやってるので、まあ解決はしたんですけど、やっぱり喋るところが多いと、あ、考えないといけないし、なんかずっと私ばっかり喋ってるのもすごく申し訳なくなっちゃうしって思って、ちょっと、もう無理だなと思った時はありましたけど、うん、みんなが心よくさ、はい、こうちゃんとこう役割を、じゃあ私ここありますって言ってくれたからよかったね。はい、うん、ね、リーダーもう無理、うん、あるかな。私な、衣装ハロープロジェクトのコンサートで、うん、なんかそれぞれグループごとになんとなくこう色がさ分かれてて、うん、赤とか青とか、そうで、みんな形はなんとなく似たようなさ、うんうんうん、あるじゃん。でなんか、まあ、キュートのメンバーもそういう衣装着てやって、だけどなんかその衣装になんかこう、あ、ここもうちょっとこうしたいっていう、うん、なんかこう不満みたいなのが出てきちゃって、うん、でもこれはでもみんな一緒のハロープロジェクトのコンサートだし、みんなそれでやってるんだよなって、うん、だから私たちだけのこのわがままで通らないよなって思ったんだけど、それが4対1になっちゃったのね。あ、その時に言ってよって言われたの。まゆみちゃんがリーダーだから、そのメンバーの意見をまとめて言ってって言われて、でも私はそう思わないなってすごい思って、うん、なんかぶつかったんだよね。ここはでもみんなでやるべきなんじゃないかみたいなぶつかって、うん、だけどそれをもう何、メンバーいつもだったら困った時はメンバーに助けてもらうんだけど、うん、それが4対1だと誰に言えばいいんだろうってなって、うん、あの帰って車に乗った瞬間にうわーってなんか泣き出しちゃって、お母さんがあんたどうしたのみたいになって、うん、もうやめたいってなって、うん、それも一回本気でなんか会社に行ってやめさせてくださいって言ったことあった。その時はね、結構ね、あ、もう本当にリーダーがしんどいって思ったらそこだったかも、うん、あの軽い気持ちでのもう無理は結構あったけど、うん、なんかそれこそなんで私事務所の人に私が代表で怒られなきゃいけないのとか、あ、怒られてた。へやっぱリーダーだから代表で怒られるとか、うん、なんかでも小さい頃特に多かった。へなんか一人で呼ばれて、へなんか嫌われ者になりなさいとか言われて、もう嫌だね、なんで嫌われ者にならなきゃいけないのってそれでもちっちゃい頃きついよね。嫌だ嫌だと思って、うん、なんで仲良く私もやりたいみたいな。そうだよね、うん、こういう軽い気持ちのは結構何回かちょこちょこあったかな、うん、それこそぶつかってとか、うんうん、だからなんかどうにかこうにか、うん、みんなとうまい具合にやっていきたいってずっと思ってた、うん、なんか揉め事嫌いで基本、そう、ね、うん、めんどくさいの嫌だから、でもそれがさっきのリーダーのあれだね、なんかそういうやり方になっちゃったかな。でもいいと思います。ありがとうございます。じゃあここからリーダーから解放される瞬間はある？私まさに今この瞬間です。あ、でもわかる、解放されてるね。はい、リーダー同士でいるとさ、はい、解放されない。この先輩を二人にしてさ、うん、自分がリーダーだからってここに呼ばれてさ、うん、なんかかわいそうだなってちょっと思ってたけど大丈夫だった？全然。でも私はもう先輩っていう人がいなくなっちゃったので、うんうん、あ、現役の、はい、現役のメンバーの中で、うん、なのでもうしかも特にキュートさんとあとベリーズ工房さんは本当に近い先輩だったから、そう、ね、うん、あのそのおじいさんはもうやっぱりちょっと怖いっていう意識もちょっと強いんですけど、うん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 、でも怖いではないその先輩なんですよ本当、はい、私結構ね、はい、後輩のみんなから怖いみたいな言われてるのね。ベリーズさんはたまに怖いと思ってくださるんですけどでもすっごく優しいってところも知ると、うんうん、なんかとても喋りやすくて、うん、ってなるので私はもう先輩といれるこの空間が結構はーってなりますね、うん、まあ、そうだよね、はい、だってやっぱリーダーでいると気張るからさ、うんうん、ね、お姉さんがいたらちょっと甘えられるもんね。そうなんです、ね、はい、私はねまさに
もう解散してからだね。長いこと長いこと14年ぐらい、はい、そういうこと。私ね、あのそれこそずっとベリーズコボとしてやってきて、ハイキングっていうユニットを組んだじゃない、はい、あの時がそれこそマイメモリーダーで、で当時モーニング娘。のリーダーだった高橋愛さんと、うん、田中玲奈ちゃんと、あとスマイルエッジだった前田優香ちゃんの5人だったんだけど、はい、そこはなんかリーダーがいっぱいいて、うん、ここはなんかすごい私すごくゆっくりできると思って、うん、そのユニットの活動中は結構心が穏やかだった。あーそう、うん、もしリーダーじゃなかった、キャプテンじゃなかった、うん、リーダーじゃなかったら、はい、どういうキャラクターだったんだろう。本当別人だったと思う、ね、うん、人が変わりますよね多分。ねえ、本当人変わると思う。すごいこういう強いいいあやちゃんみたいな最近よく見るんだけど、もう本当しっかりしてる、うん、だから私もしてないですよ。本当にしっかりしてると思う。だけど本当はもしリーダーじゃなかったらすごいキャピキャピしてるかもしれないし、もうはしゃぎまくってるかもしれないし、うん、だから不思議だよね。リーダーを続けていく上で誰かに相談したことはある？お、ある。私あんまり相談しなかったかもしれない。なんかさ結局さ、うん、リーダーになるとさみんなが声かけてくれるじゃん、うん、何かあったら相談してね、うんうん、でも実際できないよね。だってなんか一人に相談するのもなんかちょっと違うし、うん、あでも私ね最後1年かな2年かなで副キャプテンっていう立場がねできたの、そう急にね松雪みやびちゃんが副キャプテンになったんだけど、なんかみやはもともとなんかプライベートでも2人で遊びに行ったりするし、うんうんうん、結構こう何でも打ち明けられる仲だったから、最後の方はそうだねみやとなんかキャプテン副キャプテンとしてっていう意味ではなんかここどう思うみたいなのはあったけど、すごいちゃんとそういう本当に副キャプテンとしての役目をしたんだ、うん、でもなんだろう、リーダーを続けていく上でじゃないかもしれないんだけど、うん、それこそ嗣永桃子さんとは同い年で、うん、なんか本当仕事仲間って感じなんだけど、うんうんうん、なんか仕事の相談は桃にすれば間違いないみたいな、うん、勝手な信頼はあった、うんうん、なんかそれこそなんか言葉で発しなくてもんって思った時に桃もんって思ってるみたいな、なんかそういうのはあって後日談でね、あの時さみたいな、うん、思ったみたいな、そういうのは桃と一番してたかもしれない。なんかいい関係だよねみんな、うん、なのかな、うんね、基本的にそういうもう本当に困った時に相談乗ってくれたのは自分 の, そのお母さん親、うん、なんか親はさもう気兼ねなく何でも言ってくれるじゃん、うん、あんたもうちょっと柔らかくなりなさいって、うん、みんなそれぞれにいろんな事情があって、うん、きっとそういう言ったにも理由があるのよって言われてそっかって思ってなんかこう仕事の面ではこうだけど普通に考えたらこうだよなみたいな、だからリーダーとして考えちゃうからそうなっちゃうんだけど、うん、私がもしリーダーじゃなかったら多分そう多分きっとこう同じように思えるんだろうなみたいなのとかも考えれるように導いてくれる、こうなんか走ってくれるから、うん、助言がね、そう頼りにして結構親に言ってたかな、うん、相談困った時は、うん、でも一番良き理解者だもんね、うん、ママはね、うん、私はお母さんに言わないですね、うん、お仕事の話はしないので、うん、逆に私はもうそういうお仕事の話っていうのはもともと卒業しちゃったんですけど、田村めいみちゃんが、うん、もう本当に半分リーダーやってくれたみたいな人だったので、卒業してからもずっといろんなことを話せましたね。もうそこは本当にいい関係だなと思いました。すごいね、卒業した後もじゃあ例えばリーダー話してました、はい、そうだもん、はい、すごいね、素敵な関係性、うん、でもやっぱりめいめいも一人になって大変なこともすごい増えたので、うん、そこは私がお話を聞いてあげてとかいい、ね、そういうのをしてると、あ本当にいい関係だなと思って、うん、そうだね、ちょっと大切にしたいなと思うんですけど。素敵。でも結構軽い面で悩みとかだったらメンバーに私結構言っちゃいますね、リーダーでここへも喋るのすごい多いんだけどとかっていうのがあったらメンバーに言って、あじゃあいいよ私やるよとかって言ってくれるので、うんうんうん、そこはメンバーにもちょっと助けられながらですね、はい、確かになんかその普段のことをその
グループのこととかは、うん、みんなが大人になったら一、うん、人で考えなくても、うん、みんなと話せるから、うんうん、そんななんかこう相談も必要なくなる、うん、なんか、うん、みんなでこう話したことでじゃあこうしてこっかみたいな決まっていくから、うんうん、そうだね、負担はちょっとね全然わらぐよね、うんうん、かもね、うん、じゃあ私引きます。はい、リーダーに必要なもの、必要なもの、特別これっていうのはないと思うんですけど、うん、バランスあでも一番大事かもしれないよね、はい、なんかずっと怒ってたってメンバーはいい気はしないし、うん、雰囲気も悪くなって自分も結局やりにくいじゃないですか、うん、けどやっぱり楽しい部分も必要だし、うん、そうするともう勝手にメンバーたちの絆っていうのはぐっとすごく近くなるものだから、うん、そのバランスをうまく取っていけばいいなと私は思いますね、うん、私はでも自分のなんかこう意識、リーダーとしての意識みたいなのは、なんか常に見られてるよっていうのを思うようにした。だからもう私が何か例えば何普段の行いが悪かったら、あの例えば脱いだもの脱ぎっぱなしとかハンガーにかけないとかなったら、それを後輩みんな真似するっていうのをちょっとこう頭に入れて、いつも見られてるんだよ、なんかあだって矢島さんそうしてたからやりましたみたいに なるんだなって思って自分を改めた私言ってもいいですか、うん、矢島さんの姿を見て、うん、あこれはこうだなって結構基準になってます。そうすごい本当に、うん、あこの時矢島さんはあこうじゃなくメンバーとこう違ってこうしてたなとかっていうのを、はい、ずっと見てたから、あこれはこうだとかって結構応用してます。すごい、はい、あでも言ったら私も道重さんそうだったもん。あやっぱみんな私の、うん、1個前が道重さんゆみさんで、うん、で例えばみんなの掛け声エンジンとかどういうことを声かけてんだろうとかそういうのもすごい意識して聞いたりとか、とかすごい今までのリーダーもすごい見てきたけど、特に自分の一個前のリーダーは特によく見たかも。素敵、みんな先輩を見て学ん でそれをまた後輩が見て、そうだ ねハローってすごいね。すごいね。さっきはなんだっけ、必要なもの、はい、必要なもの、でも私もこう自分が言えるタイプじゃなかったから、こうしなああしなとか言えるタイプじゃなかったから、やることだけはちゃんとやろうって思った。うん、うん、だから覚えるのも頑張って早く覚えようとか。いやなんかすごいよね。なんか自分がやれることはちゃんとやろうって感じだった。なんか自分ができてないのに人に注意することもできないから、いやお前に言われたくないよってなっちゃうし、だからなんか説得力があるようにはしなきゃいけないなって思ったから、やることだけはちゃんとやろうって思った。本当最高。はい、リーダーとしての一番の喜び。お喜び、私それこそ、うん、メンバーが私がすごい自信なかったから、うん、リーダー私向いてないし、なんかみんなこんな頼りないリーダーでそういう申し訳ないなとか、うん、嫌だろうなとか思ってたのずっと。それがすごい苦しかったの、うん、自分の中で、その中でリーダーをやることが。だけどなんかある時にそういうメンバーがあんまそういう普段は言わないけどさ、うんうん、なんかたまにこう節目節目でさ、もうリーダーでよかったよとか言ってくれると、うん、今でもそう思ってくれてるみたいな、それがすごいホッとするというか、うん、やっぱメンバーに助けられることすごい、うん、ね、大きいよね、はい、あったし、それこそ私がハロープロジェクトのリーダーになりますって言った時に、私はもうリーダーに自信がないから、うん、私がリーダーみたいな、もうなんかそれもなんかみんなにも言えなかったの、なんかキュートメンバーにも、うん、私がハローのリーダーになったんだっていうのをこんな立場で私言えないなって思ってたら、なんか逆に言ってよみたいな、なったんでしょって言って、いろんなこう例えば取材とかのうちのリーダーがハロープロジェクトのリーダーになったんですよみたいなのを、うん、なんか私以上にすごい喜んでくれたりして、なんかそういうメンバーにすごい救われたなって思いますね、うんうん、なんかその時はなんかみんな言ってた、うん、私たちがまゆみちゃん支えるから大丈夫みたいな。何それ、うん、みんなありがとう見てくれてるって言ってた、私はね、うん、それこそ活動停止したラストライブの日にライブ終わって、もうなんてことない、もう楽屋で着替えて、あもう終わったんだねとか言って帰ろうねみたいな時に、なんかあるメンバーと二人きりになった時にキャプテンお疲れ様って一言言ってくれた子がいて、もうなんかそれ聞いてもう涙もうただ漏れ。やっぱさ、それぐらいさ抱えてたんだね。でもなんかメンバーがそういう風に思ってくれてたんだっていうのがなんかすごい嬉しくって、最後のその
一言はなんかもうすごい大きかった。だからさ きっとさみんなもさ自分だったらできないなみたいなのが多分あってさ、それをやってもらってるっていう意識があるから多分その言葉が出るよね。なのかね。私もやっぱりメンバーが大きいです ね、 そうね。なんかまあただただやっぱりアンジュルムだとみんなまだすっごい子供なメンバーもいるので、もう本当に心の底から思ってるのかわからないですけど、でも普通に話してる中で私は和田さんがリーダーだからここにいるんですとかって言ってくると、嬉しいね。もうなんか本当に嬉しいですね。なんかちょっと後輩とかっていうのを超えて本当に、まあ、子供ではないんですけど、うんうん、そういう目で見ちゃいますね。あ、もう妹みたいな、もう本当に家族みたいな、ね。はい、そういう言葉に結構支えられて、あ、じゃあ頑張らないとって思ったりしますね。本当そういう言葉に弱くって、メンバーが多分普通のも何気ない感じでさらっと言うさらってそういう風に言ったとしても、私なんか意味もない、なんで泣いてんのぐらいですぐ涙腺に来ちゃうね、そういう言葉って、そうだよね、嬉しいね。嬉しいですね。じゃあ、はい、これいきます。リーダーとして怒らないといけないとき。もう怒ることあった？さっき私ほとんど怒ってない。怒んないよね。本当に怒らなかったと思う、ね。でもなんかこれだけはダメだって思ったときだけ怒ったんだ。怒る、うん、ぶつかって、すごい超気になっちゃうね、それ何って言いたくなるけど、それが初めての武道館が決まって、うん、キュートの武道館になんかベリーズもお邪魔して一緒に出たんだけど、うん、その合間に武道館の楽屋でこの事件が起きたの、うん、私たちのその裏側で第一の日の裏側で、うん、なんかそのこそキュートのそのリハーサルとかを見てて、うん、自分たちどうしたいみたいな、うん、ってなった時にやっぱみんなそれぞれやりたいことがあって、うん、なんかその意見を出して一人の意見を出した時に一人の子がなんか鼻でクスみたいなの笑ったのね、うんうん、で私がそれがどうしても許せなくて、うん、だってやりたいことはさそれぞれ違うわけだし、うん、別にここね個性があっていいと思うのに、うん、なんかそれを鼻で笑っちゃったことがちょっとどうしても許せなくて、うんうん、その時ばかりはもうすごいもうなんかもうカチンときちゃって、うん、なんかそうじゃないと思って、うん、でその日もう言ってその場で、うん、でもそしたらもちろんその子もなんかもちろんねあんまりいい機嫌じゃないじゃん、ね、言われてね、うん、いい気分じゃないからなんかバチッとなって、うん、ちょっと楽屋もなんかシーみたいな感じになっちゃって、うん、あこれまずいなと思って一回楽屋出てでトイレに逃げ込んだの、うん、あでもこれ名前出してったら誰か分かんないである二人のメンバーがトイレに来てくれて、うん、探してくれてたの、うん、大丈夫みたいな、うん、ちょっとあれはやっぱ良くなかったよねみたいな、その2人が共感してくれてなんか分かってくれてる人がいればもうそれでいいやと思って、うん、とりあえずやっぱ今日キュートの大事な日だから今日はちゃんと私たちもやらなきゃいけないと思って、その後そのさっきぶつかったメンバーに謝って、うんうん、で一応ことは収まったんだけど、その時ぐらいかな怒ったの。えらいね。その話思い出した、言ってたね、言ってた、言ってたかもしれない、うん、そういう時ってやっぱ言わなきゃいけないなって思った、その時はね。言ってじゃあ言って逆にはこれでいいんだって思った、うん、うん、なんか分かってくれる人がやっぱいてよかったって思った、うんうん、そうなんだよね、うん、やっぱメンバーのそのなんか理解者って大事だなって。2人はあった、怒らないといけない時。あやちゃんは怒る？あ結構もう常に怒ってますね本当？もう3日前とかも普通に怒ってますねえねえうるさいんだけど本当に基本どういうことで楽屋がうるさいとかするの？いや、はい、あでも楽屋なの中でうるさいのはもう OK にしてるんですけど、うんうん、やっぱり外に出た時とか他のいろんな出演者さんがいるところだとか、うんうん、やっぱ迷惑をかけるっていうことが一番ダメなことだからそこにも関わることは絶対に言ってますね、うん、私は何回かあるかも、うん、怒ったこと。私もでもみんな同期なんだけど、でも最年長組ではあったの、うん、一番多くてキュートは8人いたんだけど、はい、その私とあと梅田理香ちゃんっていうメンバーが最年長だったから、はいうん、なんかねその子供の頃は言いやすいんだけど、みんな大人になってくるとなんかねやっぱみんなもそれぞれ大人になって自分の考えも持ち出すから、
そうなんだろうな、ぶつかることがね。あ今2期メンバーとそういう状態です。あそう、大人になってきた。大人になってきたし、うん、ある程度経験があるじゃないですか、うんうん、だからあこれ言った方がいいのかなってたまに思う時もあれば、うんうん、きっと分かってるだろうなって、ね、言えないなって、うん、って思う時もあります。だからもう本当に今までと同じように言ってたら、うん、ある時からなんかこうなんていうの、素直に聞けなくなっていってるの、はい、だからそこであなんか私って口うるさいんだなみたいな、なんかちょっと自分で、あなんか結構その言い方で傷つけたりしてんだなみたいなのもあって、なんか言い方とかもすごい悩んで言えなくなった時期は確かにあったし、なんかあ言わない方がなんか空気は良くなるのかもみたいな思う時は確かにあったけど、からなんかもうそこら辺はもう個人個人で気づいてねみたいな感じになってくるんだけど、どうしてもここはなんか言いたいっていうか曲げられないみたいなところは言ってたかなって感じかな、うん、なんか一人で戦ってる気持ちになっちゃうよね。なりますね。だけどちゃんと見てくれてるんだよ ね、ありがたいね、はい、じゃあ、うん、引きます、はい、どうぞ、はい、理想のリーダー、参考にしたリーダー、ほう、私は参考っていう意味ではもう本当にいろんな方のリーダー、うん、でもやっぱりグループによって違うし、うん、まずそれぞれ性格があるので、その方によってやり方は全然違うなっていう意味でとっても参考にしましたね、うん、だから、うん、理想とかって言えばなんか座右香さんみたいにビシバシ言うのがとっても理想かもしれないんですけど、うん、私それは自分にはできないとかっていう風に考えると、うん、参考にはするんですけど、あ結局はもう自分のやり方でやるしかないなっていう風に私は結構思っちゃうタイプなので、具体的にこうっていうではなく、もういろんな人を広く参考にはしました。うん、でもなんかずっとその自分にない部分で欲しいって思ってたのはやっぱ中澤さんのそういうなんかズバッてこうかっこいいよ、言えるところ、うん、なんか私たちが入ってハロープロジェクトに入ってきた時にちょうどこうリーダーをやられてて、うん、もう本当にここはよってなんかいろいろ言ってたの見てきたから、うん、あリーダーってこれだみたいなのがもう植え付けられてるっていうか、うん、リーダーはああじゃなきゃいけないんだっていうのがあったから、そうなりたいってすごい思ってたけどなれないよね難しい感じだね、うん、でもなんかそれこそ自分が入った時はもう先輩しかいないしさ、うん、先輩にするのはモーニング娘。のリーダーとかさ、あとなんかベリーズがデビューした時に W さん、辻さん、加護さんと一緒にツアーを回らせてもらって、なんか辻さんがすごいなんか気にかけてくださってて、うん、なんかあったら聞くよとか言って、なんかそんなねまだ小学生、うん、中学生みたいな子供に向けてさ、うん、なんかそういう風に言ってくださって、なんか見てくれてる人いるから大丈夫だよみたいな、うん、って言われた時に、あなんか頑張ろうってちょっとなんか気持ちが楽になって、うんうんうん、なんかあ自分なりに頑張ろうって、なんかその時すごい楽になったから、うん、なんか辻さんのその一言大きかったなと思って。そうだね、なんか、うん、リーダーの人じゃなくても確かになんか何気なく言われた言葉とかでなんかすごい参考になるというかさ、うんあるよね、救われる瞬間、うん、私もこの間ねそのハロープロジェクトのリーダーを終えて、うん、本を出したのね、うん、のんびりさりげなくふんわりとっていう本を出したんだけど、素晴らしい。その時に中澤陽子さん、やっぱ理想としてた、うん、その中澤陽子さんにも話を聞いたんだけど、お話をしてみたら中澤さんもその当時やっぱりなんか自分のことでいっぱいいっぱいだったって言ってて、私たちそう見えなかったじゃん、全く。だからもう本当にやっぱいろいろはやっぱみんな抱えてるけど、なんだろう、それをまあ見せないというか言ってたんだろうなって思って、私もねこれはすごいね、うん、参考になったし、あなんかみんな同じなんだってすごい思った。なんか、そうなんか私だけがこうあもうできないできないみたいなじゃないんだなって、うん、なんかすごい私がすごいと思ってる人でもそういう葛藤をしてるんだなって思ったら、なんか頑張ろうって思えた。そうよね、うん、じゃあ引きますね、はい、思い出深いハロープロジェクトの楽曲、うん、ハロープロジェクトの楽曲なんで、じゃあ自分たちの曲に限らず、はい、広く考えましょう。わかりました。私は、うん、ラブマシーン、うん、キッズハロープロジェクトキッズに入ってもうこれでもかっていうぐらいラブマシーン踊ったじゃん。可愛かったそう、サビの部分とか
なんかもう床上5センチから始めようみたいなそんな下からみたいな、本当そうだよね、うん、みんなさ本当純粋なやつは素直だからさ、本当に下からやるんだよね本番もそれでやってたからねそうで、なんかやっぱ当時のもう大ヒット曲だし、今でもそうだけど、うん、だったからいっぱいやっぱやることも多かったし、なんかもうたくさん踊ったなって、うん、今踊りなさいって言われてももう絶対覚えてる自信あるし、うん、なんか体にねもう馴染んじゃってるから、うんうん、だからなんか今のラブマシーンは自分もそれこそ入りたい、こういう風になりたいと思ったのもラブマシーンとかをテレビで見てて思ったし、うん、そういう意味でも思い出深い一曲かもしれない。そうだね、いやー私もすごいな、なんかラブマシーン覚えてる、なんかもうみんなさハロープロジェクトキッズが、まあ、今のベリーズ工房とキュートがハロープロジェクトキッズだったんだけど、なんか一人ずつなんか できてる人から抜かされてくの、はい誰々 OK 誰々 OK、 なんかだんだんこう水ができない人が残ってくんだけど、もうそれが本当に恐怖でしかなかった。恐怖だったよね、ラブマシーンの恐怖だった思い出があるね。あるね。私はね、うん、ここにいるぜ、おーモーニング娘さんの曲なんだけど、それもやっぱりキッズ時代にこれでもかってぐらいやったのよ、うん、もうその時は本当にもうさずっとずっともう踊ってたものだった、歌ってたもの踊ってたものだったけど、なんかこう活動していくとさやっぱ最近あんまりさそこまでやらないじゃん、たまにかかってくるとうわーってなるのうわーってもうちっちゃかった私たちがフラッシュバックするというかもうあの日々が思い出されて、永遠にそういう感覚なんだろうなって思う思い出はありますね、うん、そうだな。私は研修生の時で言えば、うん、私はキッズさんの後にエッグで入ったので、うん、エッグではここにいるぜもすごくたくさん踊ったし、うん、ラブマシーンも歌ったんですけど、うん、でもそこからちょっとあれ時間経つんですけど、うん、私は涙っちがすごく好きで、そうなんですよ。特にその時私もデビューしたとした後だったのでに、ライバルサバイバルのコンサートで亀井さんとジュンジュンリンリンの卒業っていうのがあった時に、私はその時モーニング娘さんが本当に大好きで、やっぱり身近な先輩でずっとデビューしてからよりなんか深くすごく関わった先輩でもあったから、思わず偉大っていうのもあったし尊敬もあったし憧れもあったし、でもその中でなんか最後の卒業コンサートのもう最後の最後の曲で皆さんが泣きながら歌ってたんですけど、それでもどこかなんか明るくてすごくキラキラしたものがあったので、それをずっと覚えてて、悲しいはずなのになぜか笑顔になっちゃうというか、あ本当にキラキラしてるなってその情景が忘れられなくて、私ハロープロジェクトの中で好きな曲ってなると結構この曲をあげることが多いですね。いい曲だよね、はい、なんか結構卒業の時に、ね、歌う方が多いけど、そうですね、はい、本当その度になんていい曲だなと思うよね、思います、ね、こちら自分にとってハロープロジェクトとは、鍵括弧何か、私でもいろいろなとこで言ってる、いろいろな、あ本当、うん、最近最近言った、私も最近言いました私もそれ見たかもしれない難しい質問だよね、そうだね、でもその時に夢って答えた、うん、もうなんかいろんな人がもう夢を抱いて入ってくる場所、うん、で私たちもモーニング娘さんだったりとか先輩たちに憧れて、うん、夢を抱いてここに入って、入ってからも自分たちであそこに立ちたいとか、うん、こうなりたいとか、そう夢をいくつもくれる場所だったから、ハロープロジェクトは夢を与えてくれる場所、うん、素敵ありがとう私はね遊園地、おお、あなんかさ合ってるよね、うん、ベリーズコンボが今浮かんだよなんかいろんなアトラクションだからいろんなグループがあって、うんうん、なんかそれぞれ全く違うの、うん、味が ね、 そうね、楽しみ方もいっぱいあるし、うん、なんか
それをすごいなんか面白いって思う人もいればわーって思う人もいたりとか、ね、なんか感じ方は人それぞれで、でもなんかバラエティーに富んでて、どこ見てもどこ行っても面白くて、うん、でなんか変わるものもあれば変わらずずっと続くものもあったり、うんうん、なんかエンターテイナーって感じ、うんうん、なんか納得、うん、私は職人なんですよ、うん、っていうのもやっぱりずっと話しててすごく思うんですけど、皆さんも先輩方を見て育って、うん、私もその先輩の背中を見て育ってるから、うん、ずっとつながってて、しかもやっぱり職人さんっていうのは、うん、そうやって、まあ、師弟関係っていうものがあったりもするし、けどそうやって背中で語って教えていくっていう部分でもすごく共通するし、あとはもう職人さんっていうかもうならではのその繊細な技術とかプロの技っていうものがあるじゃないですか、うん、ハロープロジェクトってそういう技もすごくたくさんあるから、うん、そういうところもすごい素敵だなと思うんですよ。けどなんか最近私はそのおじいさんとかの姿を見てきたメリーズさんとキュートさんがいて、その下に私たち一個の世代がいるんですけど、うん、ちょうど狭間なので、なんかちょっとあハロープロジェクトのあり方変わってきてるなってすっごく思うんですよ最近、うん、だから私が思ってるその職人っていうのも、あもうこれももしかしたら変わっていかないといけないことかもしれないなって最近すごく思うので、うん、もうちょっと経ったらこれも変わってくるかもしれないですね、うん、ハロープロジェクトがそういう風だったっていうことになって、また新しい楽しみ方とかっていうのが出てくるのかもしれないなってここ最近すごく思います。いろいろ考えているんだね、なんかもう、ね、ハロプロのリーダーって感じだよね。いやいやいや素晴らしい。そっか、ちょっと狭間を任されてるっていうことでも、ね、うん、多分ねいろいろ大変だと思いますけども、いやいやいやでもなんか頼もしい後輩って感じ。そうだね、なんか託せるよ。そうだね、うん、ハローよろしくよろしくお願いします。いやいやいや、よろしくお願いします改まっちゃう2018年からハロープロジェクト20周年なので、すごいよね、本当に、ね、うん、ありがとうございます。皆さんありがとうございます。いっぱい人に支えられてるからね、うんうん、なんか私も頑張っていけたらいいなと思いますし、うん、卒業された先輩方にあ改めて楽しいなとか思ってもらえるように、頑張るので見守っていただけたら嬉しいです。見守り続けますよもちろん。ありがとうございます。解放されたい時があったらうちらを、ね、呼んでください。ありがとうございます。てかプライベートでも ね本当そういう会作れば、ね、お話ししようよみんなでご飯食べながら、ね、オフ会オフ会いいね、ありがとうございます